説の中で交わした約束を信じていたい。 SF な月明かり、時間を超えた何かが二人を引き寄せてゆく。水原誠、今僕はここにいる。地球ではないどこか果てしなき冒険の大地に。そう、そうすると気流は12番目の塔にぶつかって、ここんとこで急激に速度を速めつつ中庭に吹き込んで、うん、間違いない。この上のバルコニーが一番涼しいはずや。ここが一番や。誠様が二人目です。ここを見つけたのは。じゃあ二人だけの秘密にしときましょうか。もったいないですもんね。あーもうやっちぃ。ななみちゃん。あれ、誠ちゃん、王女様も。あ、やだ、どうして。まいったな、三人だけの秘密やで。なになに、何のこと。このバルコニー、王宮の中で一番ええ風が来る場所なんや。やった、私って猫といい勝負だね。涼しいとこ見つけんの。ななみちゃんの動物的感はすごいもんな。ほら、5年生時に。ああ、あったあった、まこっちゃんがムッとしちゃった、あれでしょ。うん、あの時のまこっちゃんの顔ったらなかったな。覚えてる。もちろん。懐かしいね。しかしどういうことだよこの暑さは。だこれはこれは藤沢殿。藤沢殿ほじゃありませんよ。いい年して何やってんですか。いや、どうしても気になってな。ご老人だからそういう興味を持ってはいかんとは言いませんがね。しかしですね、放っておけば今に大変なことになる。分かってらっしゃるじゃないですか。あ、読み返りの時が来たのだ。アレーレはエルハザード1の暑さを誇るドント村の出身。そのアレーレですら暑がるほどの異常な高温だ。これはまさしく伝説の大地が焼ける時。まもなく天空に巨大なる魔人の棺が浮かぶに違いない。はい、滅びの時が来るのか。ん、うん、あ、
れが、あれが巨大なる魔人の棺。大地が焼け、空が裂け、天に古の城が浮かぶとき、何人にもその扉を開けさせてはならない。突き立てられし矛が横島なる手で回されたならば、この世に魔人が蘇るであろう。我がロシタリアに古くから伝わる戒めの言葉です。どういう意味なんですか？詳しくはわからぬ。ただ。ただ？魔人とは恐るべき古の兵器。その封印が解かれたということだけは明らか。あの巨大なる魔人の棺は封印の城。我が王家の者が代々その封印の秘宝を受け継いできた。封印の秘宝？この剣の力で魔人が目覚める前に再び封印するのじゃ。こんな古っぽい剣でどうやって？これをあの城のどこかに突き立てればよい。どこかって、そんないい加減な。天飛ぶ城に剣立てませ、聖なる神の御心のうち剣立てませ。天飛ぶ城に。この歌が封印の鍵と言われておる。今の歌って鍵でも何でもないんじゃありません？ただお城に剣を立てろって言ってるだけだもん。ねえ、ねえ。あれ？そういう身も蓋もないことをはっきりと。みんなうすうすそう思っておるのじゃ。まあとにかく行ってみるしかないいうことですね。あ、そう行ってみましょう。では姫様、私どもの力で何としても封印を施してまいります。安心してお待ちくだされ。頼みます。そうと決まったら、ほら、まこっちゃん。なんや。みんなのお弁当作るの手伝ってよ。分け前はちゃんと2割あげたら、私を助けると思ってんね。もうしゃあないな、ななみちゃんは。サンキュー。だからまこっちゃんって好きだよ。まこと様もやっぱり好きなのかな、私のななみお姉様のこと。黙って見ていることはない。そんなおいしい武器が眠っているというなら、いただいて利用するまでと。だが陣内殿、本当にいいのか？ん？何が？あの中に眠っている武器は、奴らの伝説では誰にも触らせるなと言っているぐらい恐ろしいものなのだぞ。それがどうした？だからおいしいのではないか。おいしいのはいいが、使いこなす自信はあるのか？そんなものはなくてもいいのだ。こんなすごいものを持っているぞとちらつかせるだけでも強力な武器になる。おお、なるほど、さすが陣内殿。分かったら行くぞ、出撃だ。整った。皆の者出発じゃ。お待ちなさい。姫様。私も行きます。お嬢様。私は王家の血を引く者、多くの民のためにも行かねばなりません。姫様。ロンズは嬉しゅうございます。姫様がそこまでしっかりした王女になられたかと思うと、私のお教えしてきたことも無駄ではなかった。ロンジThank you.
ずるいです、幼なじみなんて。何かおっしゃいましたか？ロンジュ。はい。私がもし、ルンちゃんと呼ばれたら。は？変ですよね。うん。攻撃異常症ポイントです。あそこから気球でってことか。結構距離あるぞ。うにゃ！なんだ？バグロム！なんなんや！やっぱりお兄ちゃん！やっぱりとはなんだ！それでも妹か！知ってくれていいよ、兄弟の絵！いない！魔人に手出すのだけはやめとけ！何がどうなるか分からへんのやで！面白いではないか！少なくとも私はお前にだけは負けんからな。やっはっはっは、破壊されました。え、もう魔人の棺へ行く手段が。天飛ぶ城を求めるなかれ、賢き者は心して解け。王家に伝わる歌の続きです。あの城に眠る魔人を求めてはならない。それを言い伝えなければならなかった。いや、まだいけるかもしれませんよ。空に浮かぶ城を目指したらあかん。賢いもんはよう考えて謎を解け。そういう風にも取れるやないですか。誠様、もう完全にぶっちぎりだ。魔人はいただいたも同然だな。この私に不可能はない。どうした？いや、多分気のせいだ。気のせいに違いない。この私に間違いなどないのだ。そこは間違いなく常冬の地なんやな。はい、だからあの聖地チャップイチャップイには普通の人は決して立ち入らないんです。よし、そんならバッチリや。うん。そんなはずがあるか。ここまで来て間違いなど私にあろうはずがない。常冬の地が何か関係あるのか。もうじきわかりますよ。うわぁ、魔人の棺が。これは一体どういうこと。なるほど、蜃気楼か。はい、蜃気楼。多分古代のエルハザードの人は恐るべき魔人を封印するとき先の先まで考えたんや。人々が魔人を忘れ、再び戦火が街を焦がすようになったとき、その熱が大地を歪ませ魔人の封印を解いてしまうって。せやからそのときはすぐに見つからんように蜃気楼の起こるような場所に埋めた。それにしてもエルハザードの蜃気楼はすごい屈折率やな。なんだかわかんない。もうすぐわかるよ、この山を越えればね。くそー、またしても誠の奴に計られた。何がどうしたというのだ。やったー、これが本間門の伝説の城や。なんだ、この城動いてるぞ。はよせんと蘇ってしまう。剣を立てるとこ見つけなきゃ。そんなこと言ったってどこよ。あった、あそこや。そっか、聖なる神の御心のうち。よし、行きますよ。待て待て待て。やな、誠様だって。なんよ、二人の世界作っちゃってさ。
なんやここは。これや。さあ早く。私がですか。王女様として守ってきたんやないんですか。なんだ、それなら簡単ではないか。どないするんや。俺が多分ゼンマイなのだろう。だから負けばいいのではないか。ああ、なるほどな。ああ、それって魔人の矛、増してはならないって。なかなかいい感触だぞ。こりゃいや。もっと、もっと。あ、母。おはようございます、ご主人様。そんな。え、こらこら、お前を起こしたのはこの私だ。え、そうなんですか。そうだ。はあ。寝るな。すみません。ではご主人様、何なりとお申し付けを。ほう、そうか。ダメよ、そんなドアクニの言うことなんか聞いちゃ。うるさいわ。ドアクニって何でしょう。とっても優しくて良い人だということだよ。あ、そうなんですか、よかった。では女、まず私を連れてここから脱出しろ。はい。陣内、ちょっとまずいや。それでは諸君、さらばだ。陣内、お兄ちゃん。これはなかなかすごいではないか。おい女、お前他に何ができるのだ。お望みならばどんなことでも。ならばあの山を破壊しろ。はい。これならこの私が完全なる支配者になる日も近い。恐るべき魔人が蘇ってしまった。魔人とて我らが一丸となれば必ず破ることはできまする。そうですよ、王女様のあの勇気があればどんなものかて怖くはありません。それはそうかもしれませんけど、なんだかまたライバルが増えてしまったような気が。何を考えてるの。私は王女、それどころじゃないのに。大丈夫ですよね。え、大丈夫ですとも。
恐怖の魔人も私の配下となった。これでエルハザードは私のものよ。さあ寄れ、イフリート。我が野望のためにキリキリ働くのだ。次回、究極の悪人へ。素晴らしい、素晴らしいぞ陣内殿。